戸沢森康は、安土桃山時代のでは角野立の大名。戸沢氏十八代当主。永六九年二月、角野立城で、戸沢氏十六代当主、戸沢道勢の子として生まれる。陽名は道四郎。天正六年、病弱な兄、戸沢森重に代わって、十三歳で家督を相続し、角野立城主となった。この頃の戸沢氏は父。 同性からの家臣団の掌握や、両国経営への安定化も実っていたため、森安は、南部市からの独立を志して、勢力拡大に奔走していく。天正10年頃に、大曲平野に進出し、小野寺氏と対立を深めながら、もがみと連携して、小野寺氏に脅威を与えるなど、活躍した。同年、奈良岡城主の小笠原江門と共に、 安藤愛希を千の兵で三日の野戦の末に破る。この時、負傷した敵兵に害を与えず、豊島に返したという。やがて、北浦軍を平定すると、天正十四年の秋屋の合戦で、名友奈良岡市の手引きによって、上浦軍沼立城へ進軍し勝利。この戦いでは、沼立城主、 大月寺秀道配下の敵将古清水倉人を、両断したとの逸話も残る。こうして、小野寺氏を破り、上浦郡へ進出し、天正11年には、戦国に侵入した安藤愛貴を唐松屋合戦で破って、淀川城を奪回するなど、現在の秋田県の角野立地方を中心に、確固たる、勢力基盤を築き上げた。天正十七年の港合戦の際、 森安は、港通ゆを支持し、秋田サネスへと戦っている。最終的には4万4300国を支配したと、され、中央勢力との外交も行い、天正7年には、織田信長に高と名馬を送って、吉見を通じている。天正18年の豊臣秀吉の小田原勢伐の、際に商人に変装して、侍6人と足軽3人を連れて参陣し、 3月10日に、秀吉と越見する。中村和通事の幕下に入れられ、北浦郡4万4千国の所領を安堵された。しかし、小田原城落城の前に突然病死した。去年25。着難、聖聖は4歳だったため、弟の三森に家督を譲ることを秀吉に託したという。墓所は、小田原の改造寺。戸沢正房子孫は、 新城半河老。戸牧義弘、戸牧城主を務めた。関ヶ原の戦いの際は、主家と共に、東軍の最上義光に従って出陣し、西軍の小野寺義道と戦うが、角間川で戦死した。一門に、戸牧右京、戸牧光介、戸牧一の神戸牧勝美がいる。黒川縫い戸の助隊黒川監守。 秋屋の合戦、唐松山合戦に参加。小に、県道。ありがとうございます。